山崎製パン株式会社は東京都千代田区岩本町に本社を置く日本最大の製パン企業。世界ではメキシコに本拠を置き北米、南米に展開するグループを貧乏に次ぎ第2位の規模である。パンの国内シェアは約4割。企業スローガンは美味しさと品質で毎日を応援します。パン、和菓子、洋菓子、調理パン、米飯。 ジャムデザートレトルト食品、ビスケットクッキー、ベーカなど幅広い製品を製造、販売する。デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストアのブランドで、コンビニエンスストアも運営する。2016年に、ナビスコの商品、オレオ、リッツとの契約解消に伴い、ヤマザキナビスコ株式会社を、ヤマザキビスケット株式会社に解消し、後継商品、ルバン、ノアールを発売した。 全国に自社工場や協力会社工場があり製品を販売している。海外にも進出しており、2020年現在、タイ、マレーシア、シンガポール、中国、ベトナム、インドネシア、アメリカ、フランス、香港、台湾で商品展開をしている。子会社にカ、富士東派と、山崎ビスケット、サンデリカ、持ち分法適用会社に非家製パン、 BR31 アイスクリームがある。シンボルマークで車掌でもある、太陽マークは、万物の太陽の源、明るい太陽のように食卓の光となる願いを込め、また自然への感謝と仕事への誇りの気持ちを込め、伸びゆく企業を象徴するということから、創業者の理念を具現化したものである。1948年に、飯島東十郎が、千葉県船橋市、 本町の松丸製パンで修行し、山崎製パン所を開設した。松丸製パンは、現在の三菱 UFJ 銀行船橋支店の場所に、あった。配給小麦の製パン加工委託を、コッペパンから始め、後にロシアパンなど菓子パンも製造している。当時は、食料管理制度下で、製パン業が厳しく統制され、創業者の飯島東十郎は理事を務めていた。 当代農事実行組合でパン製造に関わっていたため、飯島名義では許可が降りず、未亡人となっていた妹の突ぎ先の姓である山崎名義で許可を得た。称号が山崎製パンとなったのはこの経緯による。個人経営の山崎取扱店舗1970年代に展開していた定型ショップの一例自家用トラックを保有して、 独自の自社輸送網を築いており、配送トラック車両は自社持ちのため自家用登録の白ナンバーで、車体裾に製パン業と表記されている。車体に描かれシンボルマークとして知られる、スージーちゃんは1966年当時、東京在住の3歳女児である。山崎ナビスコがナビスコと提携を止めて、山崎ビスケットになってからは、 山崎ビスケット社製品の写真だけを荷台に描いたものも使用している。1973年7月、当時の最新工場の武蔵野工場の全焼をきっかけに危機管理に注力し、後に農林水産省の移行もあり、災害時の対応に力を入れるようになった。阪神、淡路大震災や東日本大震災、熊本地震の際には、 全社を上げ被災地域に支援食料を供給した。前述した自社による物流網の検事には危機管理に対応する目的があるとされる。基本的には地方自治体などの行政機関からの依頼があった場合に支援食料を提供しているがお役に立てばという思いから依頼がなくても提供を行っているケースもある。 2014年2月の首都圏の大雪や2018年2月の北陸地方の大雪では立ち往生して身動きできなくなった配送トラックに搭載され販売店への納品が不可能と判断されたパンを沿線の避難所や立ち往生した他の運転手に配布する対応がされた詳細は公式サイトを参照1981年に開始されている 販売促進活動の一環で白いお皿のキャンペーンとして例年2月から3月頃より開催される季節感を考慮して北海道地区は1ヶ月遅く開始する対象商品に点数シールが重複され25点分のシールを収集すると山崎商品取扱店で景品交換されるなおデイリー山崎ではパンの他におにぎりや惣菜 弁当も対象商品となっている。景品となるフランスアルク社製の白いガラス皿は、オパール加工されたガラスを通常ガラス比3から5倍強度に強化した全面物理強化ガラスで、電子レンジ調理も可能だが、オーブンや直火は使用できない。年により、オーバーレートや小鉢など形状は異なり、それぞれに相性が付与されている。割れにくいだけで割れないわけではない。 2011年は4月30日、北海道地区は5月31日に終了予定が、東日本大震災の影響により3月18日以降、休止後に4月25日から6月7日、北海道地区は7月8日まで、白いお皿プレゼント、キャンペーンとして再開され、同年の春のパン祭り点数シールと代謝は移行して、用いている。2012年は、 予測数量を超える需要により、期限内の景品交換に不足が発生し、増産の上で7月以降に配布している。パン類は、セブンイレブンのセブンプレミアムやイオンのベストプライス食パンなど、一部、プライベートブランド商品も受託生産しているほか、各種量販店向け商品として、表面は無記載で裏側に JN コード、商品種別、原材料。 消費期限、製造所固有記号、社名、本社住所など、法令記載事項のみ記された透明包材に、封入された商品や、万獣と、俗称される工場出荷時の社名入り樹脂製コンテナに、並べた状態で数量割引して販売される、商品もある。黒糖コッペパン上が、イーゼイコール仙台工場製菓が、インクイコール松戸第一工場製山崎製パンは、 国内に27カ所の直営工場のほか複数の関連会社を有し、各商品の製造工場は製造所固有記号として、消費期限と劣気で商品包材に印刷されている。なお、食品表示法の改正で、一部の商品には、山崎製パン株式会社伊勢崎工場のように、工場名と住所が直接記載されたものもある。 2019年1月4日、製造、出荷分より、製造固有記号の表示が廃止され、パッケージ裏面に、実際の製造所の表示が記載された。製造者山崎製、パン株式会社と記載されているもの。全国地方公共団体コード順、販売者山崎製、パン株式会社と記載されているもの。 全国地方公共団体高度順他に S12Y、S16Y などと記載された製品がある。なお、量販店向け PB 製品は、セブンアイのセブンプレミアムなど一部を除き、蒸気とは別の製造所固有記号を使用し、山崎製版製造ということも伏せられている。放送時間は JST 表記。テレビテレビテレビ提供番組の移り変わりラジオラジオ。 CM では最後にサウンドロゴが流れるが、JFN 系列の時報 CM でも使われた時期がある。2013年9月現在、日本放送で、平日14時の時報 CM を放送している。文化放送でも2013年頃より、日曜の7時から9時、正午、13時で時報が流れている。STB ラジオでは、平日の15時と土曜の正午に、 同社札幌工場の社員による、地方 CM が放送される。ラジオ1992年に、国際連合食料農業機関、FAO と、世界保健機関、風の合同委員会であるコーデックス委員会、コーデックスアラメンタリアスコミッションが収穫酸カリウムが、イニシエーター及び、プロモーターとなる可能性を発表したことを受け、厚生省は、 山崎製パンの商品に、周素酸、カリウム溶液を用いることを控えるよう要請し、同社はこれに従い使用を自粛していた。2003年に、厚生労働省から、定量分析限界の技術向上に伴う、新たな工程法が通知され、正常な製パン工程を遵守するならば、焼成後の、パンに、周素酸カリウムの、残存は検出されない知見を得て、2004年に同、 小麦処理剤を用い製造する商品を発売している。FAO 風合同食品添加物専門家会議、FAO 風ージョイントエキスパートコミッティオンフードアディティブスは、周素酸カリウムの小麦処理剤としての使用は適切でないとの評価を、1992年と1995年の会議では変えていない。山崎製パンは2014年2月より、 シュウソー酸カリウムの使用を中断した。これは近年のシュウソー酸カリウム使用に関する批判を受けてではなく技術が向上し、シュウソー酸カリウムを使用しなくても国産小麦をふっくらと焼き上げることが可能となったためとしていた。その後、2020年3月1日出荷部により各型食パンの一部ブランドに限りシュウソー酸カリウムの使用を再開した。 2017年5月11日、デイリー山崎への箸やフォークの仕入れ代などについて、本来は加盟店が支払うべきところを、弁当などの納入業者に負担させたのが望ましく、ないとして、公正取引委員会から勧告を受けた。2018年11月から2019年10月に、山崎製パン、札幌工場が製造、ファミリーマートが販売された食パン、 バター香るもっちりとした食パンの原材料欄には、バター、持ち米粉が表示されていたが、実際には使用していなかった。消費者庁は2020年3月30日、食パンの商品名が不適切で景品表示法に違反していたとして、山崎製パンとファミリーマートに再発防止策などを求める措置命令を行った。ありがとうございます。